ちょっとお名前ご紹介させていただきたいと思いますが、じゃあ自己紹介ちょっと、はい、名前だけいただく、はい、手塚よしおです。今日はありがとうございます。共産党の宮本栄です。よろしくお願いします。東京6区衆議院議員の落合隆之です。よろしくお願いします。共産党の6区です。岸武史です。よろしくお願いします。社民党の羽田でございます。民進党の代表も決まりましたので、そのお話が、まあ、最初あると思います。でそこからもう質疑応答を入って、それからこれからどうしていくだろうかというような話題に入っていきたいと思います。まあ、従来メグセタこういう対話集会の形でやってますので、お互いもバンバンお話し、対話するという形でいきたいと思います。まあ、昨日、代表も決まったということですので、そのお話から、まあ、ちょっとしていただきたいと思います。で、まあ、私は、まあ、そういった意味で第三の候補を立てるという意思をこれからも示していく上でも、投票日まではどっちに入れると言わないでおこうと思いまして、で今日か明日誰に入れたかは説明しようと思うんですが、まず最初にここで初めて説明をさせていただきます。はい。で私結論から言うと枝野さんに入れました。でまあ理由としては、もう前原さんが圧勝だという票読みがされている中で、まあ、前原さんの弱点を補っていくにはどうすればいいかと。で私の僕が考える前原さんの弱点はやはり重要な政策でちょっと曖昧なところがあるということです。それはまず原発も30年代ゼロ、まあ本当は即ゼロの方がいいですけど、少なくともゼロに向かっていくっていう方向性が、まあ、本当にそういうふうに思っているのか、ちょっと語尾がはっきりとしないところがあるということと、それから、憲法ですとか、まあ、安保法制についても安倍政権に対して理解を示すような発言を今までしてきたので、今回の代表選ははっきりと安倍政権にの方針には反対するとは言っていましたが、まあ、今までの発言からすると今後大丈夫かなと。それから大きいのは増税に対して前原さんがかなり理解を示してしまっているということです。まあこういった本当に重要な柱の部分で少し曖昧なところがありますので、そういう姿勢に対する牽制の意味でも枝野さんがある程度票を取るべきであるというふうに思いまして、まあ、国会議員票の方がポイントが高いので、私は枝野さんに投票をしました。で前原さんについてなんですが、私はもうこれだけバラバラと言われている民進党の中でまとめられ、誰がなってもまとめるのが大変な中で、私はまとめるっていうことに絞れば前原さんはその能力が今はある一人だと思います。まあ、民進党の代表選はね、私たちも注目してましたけど、非常に政策の中身なんかもね、前原さんにしても枝野さんにしてもやっぱり貧困と格差これだけ拡大しているのをどうするんだと、やっぱり国民生活中心に経済運営変えていく必要があるんじゃないかっていうのをもう共通して語られてましたしね、それから野党共闘なんかについても手塚さんおっしゃったようにね、まあ、枝野さんは共産党と共闘してやるんだってことを言ってて、で前原さんは、まあ、選挙中はかなり否定的なことも言ってましたけどね、終わったらね、当然前の執行部が他の党と約束したことについてはこれを踏まえてやっていくんだってことを言ってますし、3つの補欠選挙についてはもう共同してね、野党共闘でやるんですよってことははっきり言ってますから、これはそういう方向に間違いなく進むんだろうなってことはね、思いました。それでやっぱり今志位委員長なんか言ってるんですけど、野党共闘っていうのは別に共産党とか民進党が作ったものじゃなくて、
国民が作ったものだと、国民は野党は共闘しろって言ってね、まあ、その声に応えてやったものだからね、だからやっぱり本当に国民の側がこの野党共闘を受け皿にして自民党、安倍政権倒すんだっていうね、やっぱりそういう世論を発展させていくっていうのが今後の大きな、ね、課題になってくるんじゃないかなっていうのは思います。30年ぐらいずっと中小企業の顧問やっております。消費税がやはり増税になってから中小企業は今苦しくて、僕も京橋に事務所があったんですけど、苦しくてずっと自分の自宅に移さざるを得る意味で、まあ民進党さんが本当にふっとこう時に消費税に払ってることが結構周りの僕らの顧問会社も含めて非常にマイナスイメージだな、これが大引いてるとやっぱり相当自民党は消費税はうんうんと言ってるけども、うまくやられた時にはそこはやっぱり難しいだろうなというのはちょっと僕なりの個人意見です。まあ民進党さんは去年から井出栄作さんの招いてですね、今年の6月に確か尊厳ある社会保障中間報告出されて、この秋にもちゃんとした報告が出るというふうに聞いております。でその時私は井出栄作さんの普遍主義を強調するという姿勢は非常に高く買っています。で現金でそれを国民に返すんじゃなくて現物サービスで返すっていうところがちょっと私そこは納得いかないんですけど、要はですね、お聞きしたいのは、安倍首相はですね、どっちみち、2018年ですか、19年か、10月に消費税、絶対上げないと思います、私は。彼はね、憲法改正をするまでは、消費税は封印すると思う。でそこで民進党が、普遍主義を強調して、増税をお願いするっていうふうに言うのは、やっぱりね、ちょっとやめた方がいい。それで財源を作るんであればね、かつてのように法人に法人税は引き上げる、所得税の累進課税を元に戻すとか、それから昨日発表ありましたけど内部累評がとうとう400兆円超えたんですよね。406兆円ですよ、2016年度末にね。でそういうものにね、資産に課税をするとか、そういう対抗策を打ち出していかないと、消費増税ではとてもじゃないけどマイナスにしかならないと私は思っております。さっき私申し上げたように考え方一緒です。ただそこをやっぱり棚上げしていけないと思うんですね。私議したいことはいろいろあったんですけれども、こうやって一つずつじっくり対話することも大事かなと思ってこういうふうに進めました。でまだ積み残しとしてこう協定の中身をね、これをこうしていくっていうのはあるんですけど、またそれは別の機会を設けてやっていきたいと思います。こういう力がですね、こうやっぱり民進党とかそういうところ、いろんなところにも反映していくんだろうと思うんですね。ですからこれを私たちもどんどん進めていきたいというふうに思います。